モンスト久しぶりに起動しました。ドエリア久しぶりに起動してみました。なんかいろいろと新しいキャラクターだとか、新しいクエストとかいっぱい出てるみたいだね。全くわからん。どうしよう。わかんねえ。まあまあまあ、とりあえずさ、なんかとりあえず一つずつクエストやっていこうかなって思います。はい。で今ね、なんか出てるのがこの青いやつ、この、なんかこの上のね、愛のなんちゃかなんちゃか、ね、なんか、なんて読むんだろうね。なんて読むのこれ、場所を奥義。ひらがな振っといてくれよ、ひらがなを。読めねえよ。そう、これの、だからこれ降臨だよね。これ、星5の。で、あと6分しかないな。あと6分しかないな。ちょっとこれやろう。これの究極行ってみたいと思います。はい。一応ね、ツイッターの方で募集かけて行こうと思います。はい、間に合うかな。間に合った、間に合った。よし。とりあえず、ツイッターでさ、エテポンゲファンクラブ会員限定っていう風に書いたんだけどさ、多分全然し、エテポンゲ何それ、美味しいのぐらいな感じの、人たちが集まったんじゃないかな。とりあえず乗っかっちゃえみたいな感じの。大丈夫かな。うまみさんと、もののふさんと、コロコロさん、あ、よろしくお願いします。はい。クシナダが3体と、あと1匹なんか知らないんだけど、なんだろうこれ。ここはクシナダがいいかもね、やっぱ。爆弾出してくるから、やっぱクシナダが優秀だね。あ、ここはクシナダだわ。で、敵も水だから、完全クシナダステージ。ハートちょっと残し気味で。いいんじゃないか。はい、グッジョブ。あ、そうだ、グッジョブとかあったね。ちょっとね、思い出しながらね、なんかぼちぼちやっていこうよ。そうだ、このエテのさ、このなんか話した後にうんっていうさ、口癖がさ、ちょっとあってさ、なんかコメントで指摘された。口癖なんやからしゃあないやんか。まあちょっとね、気にしながら喋っていこうかな。あ、けどやっぱあれだね、火のさ、やっぱこういうステージって結構さ、火がさ出てきよるやん。ちょっとそれだけが怖いね、ここは。今んところ大丈夫だけど。あ、これやらかしだね、これ。やらかしたやらかしたまあ、ハート取らなかっただけマシとしよう。ね、ハートはね、育ててから取る。あ、全然余裕じゃん。
あ、もう取っちゃう感じね。オッケーオッケー、取っちゃう感じね。はい。けどこの反射レーザーがあれだな。はい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 。でね、なんかね、今日ね、久しぶりにつけたらね、あの SNS のあのなんか投稿すればなんか重心力がもらえるみたいなのが、うん、あの今日4月15日、だから間に合うよ。まだもらってないと間に合うから、これもらわなきゃ損だよ。つぶやくだけでいいからね、ツイッターとかフェイスブックとか。うん、またうんって言っちゃったよあ、貯める感じでいく。おためになりますか、なりませんかちょっと、あ、けど大丈夫そうだね。あとみんな10ターンぐらいだから、でまだボスじゃないからね。うん、ちょっとクシナダが多いからさ、どれがなんかエテナダなのかがちょっとわかんないわ。エテナダ？エテナダね。どうしようかな、これ。クシナダ巻き込みながら動きたいな。ハートはあんま取りたくないんだけど。オーケー！これいいっしょ。これめっちゃいいっしょ。なんでこれ入れ替わるやつなんなんこれ。なんか格ゲーのなんか交代システムみたいな、格ゲーの交代システムピンとこねーまあ入れ替わって体力が満タンになって戻ってくるみたいな、そういうことかな。ダメージオールあるよ、ダメージオール。もうダメージオールもだってクシナダだったらもう、あ、もう完璧クシナダステージじゃんこれ。あ、もっとやっとけばよかったな、もったいなかったな、クシナダいるから。ほい、やっべ当たんなかった。あ、けど結果オーライ、ラッキー。ちょっとけどあれだね、ちゃんと万全の体調でボスステージに行きたいから。ハートオッケー。ハート残しのハート1個育つ、もう一旦育てたいな。エテのターンで取って、ああ取っちゃうか。まあ倒しきったら問題ないね。うん、でここでボス。はい、水色ゲージだから水色3段階か。ここはまだ打たなくていいよね。打たなくていいよね。打った方が良かったかな。いや、打ったとしても多分エテめっちゃ挟まっちゃうから。はい、ナイスで、1個シールドがあるな。あれダメージウォール出すよね。まだ打つべきじゃないか、まだ打つべき時じゃないか。あ、まあけど、うん、誰かが先陣切ってくれないと誰かがね、先陣切ってくれんことにはね、うん、どうするって感じになっちゃうからね。まあお見事だねこれは。うん、で、エテのターンで仕留めたい。オッケーでしょう。
オッケーでしょう、これは。うん、グッジョブ、グッジョブくれ、グッジョブくれない、くれない。あ、けど3ゲージか。水色、緑、黄色か。ってことは、もう一人誰か打ってもいいよね。打つ。打つね。オッケーオッケー。オッケーオッケー。問題ない問題ない。で、エテの、エテのクシナダはちょっと、置いとかなきゃいけないね。こうなったら最後、最後用として置いと、残しとかなきゃね。いいね、いいね、いいね。でこのさ、うまみさんのやつが、これがちょっとよくわかんないんだけど、あ、無効化、無効化する。うーん、いや、打つ。大丈夫かな、これ大丈夫かな、これ大丈夫、これ大丈夫、大丈夫なやつかな、これどうしよう。うまい、うまい。うまいね、うん、うまい、うまい。んで次、もうエテが放っちゃっていいよね。まあどのタイミングで行くかっていう話なんだけどね。タイミングが難しいね、こうなると。まだだね。次のエテのターンはちょっと見送ろう。このターン見送ろう。大丈夫かな、これ。これ打っといた方が、これ打っといた方が良かったんじゃ。敵を打ち滅ばせ、ゲイボルグ。ストライクショット。うわあ。いいね。頼む、ちょっとエテのターンまで回してくれ。エテのターンまで回してくれよ。回る回る、勝った勝った。うわ、耐える、耐えて、勝ちましたね。いい感じじゃない、うん、いい感じ、いい感じ。残しててよかったんじゃないかな、今のは。落ちた、落ちた。これなんでキャラクターなの、これ。ありがとうございました。うまみさん、もののふさん、コロコロさん、ありがとうございました。モンスター、モンスターボックス、青、これ、鉄奥義講習、鉄奥義講習、幻獣キラーで、愛のば敵にバウンドするごとに愛の波動を周囲に放つ。ああ、十字レーザーじゃん。って
ってことはこれ進化したら L かな、十字 L かな、十字 L のちょっとスキルがあれだね、幻獣キラーだから進化させたら幻獣キラー L とかになるのかな。神か、対魔族、対幻、あ、普通に対幻獣だね、対幻獣で神化もあるね。これ何これ、これ知らん、金閣、牛魔王、銀閣じゃないんかーい。はい、はい、今回はね、このあ、もう終わっちゃって、見れなくなっちゃったけど、なんか鉄扇君主でした。はい、まあとりあえず勘を取り戻しながらね、一つずつクエストやっていこうかなと思います。ツイッターでね、一応募集かけるんで、うん、ポンゲのね、ツイッターフォローしてない人はフォローしてくれ。はい、では、ご視聴ありがとうございました。